それで付き合ってみるとマジ男ってこんななの、でいろいろいいとこもあるとこもあるよねみたいな感じで、いろんな恋愛が終わって一呼吸置いた時にやっぱりイケメンよねって言い出すっていうこれ全部否定しないけど、でもこういう実態があるんだったらルックスが原因でモテないなんてアホなこと考えなくてもいいでしょって話いるじゃん、っていう人のための、女子にいるイケメン属性、イケメン属性対策でだから女子にはイケメン属性っている、だから顔で絶対選んでしまうっていう人がいるんだよ、そう、うん、山田優みたいな人だからなんかさそのなんでそれ言っちゃうのってさ、だからイケメン好きですって言ったらモテなくなるのに、なんて言うかなお前らっていう、それは男だったら、まあ、アイドルのなんとかでどうのこうのって言った時に君ら引くじゃんっていう話、それと同じことじゃんって話なのね。で前提として言いたいのが、美男美女はいいに決まってるんです、皆さん大好きです、で僕も大好きです、あなたも大好きですね、うん、あなた石原さとみの夢見ましたね、ごめんなさい、なんかこだわるんですよ、大体同じからでも他人じゃない、え何それ、それどうだったそれ、あちょっとその話して、え今分かった、後でじゃあ後でしましょうはいで俺はこれ見た目っていうのは才能だよな、これ一種の、うん、だってどんだけ頑張ったってある程度のルックスだったらある程度のとこまでしか行かないじゃん、だからそこはもうしょうがないじゃん、だけど大事なのは人の魅力ってそれだけじゃないよねって話だから、イケメン属性が相手の場合はそっちで勝負してもしょうがないから、うん、ある程度頑張ったらベストを尽くしたらルックスの部分でね、もうあとはもうその他の部分で勝負するしかない、そこで知ってほしいのがイケメン属性になる女の人ってどういう人かっていうと、まず男を知らない時代の人なの、あともう一つは男を知りすぎた時代の人要は両極端なの、両極端だと思う、だから付き合うってなんだろうみたいな時にジャニーズ行くわそら嵐のなんとか君になるわな、それで付き合ってみるとマジ男ってこんななのみたいな、でいろいろいいとこもあるとこもあるよねみたいな感じで、いろんな恋愛が終わって一呼吸置いた時にやっぱりイケメンよねって言い出すっていうその現役の前と後にイケメン属性がいるんで、これあんまり心配しなくていいぞと、試合に出てる女たちはそこだけじゃ決めないぞっていう話、あともしくは観覧席に行っちゃった女たちなの、イケメン属性の人たちはね、はいはい見るだけ見るだけですとか言って、スタジアムの観覧席でグラウンドに降りてこないんです、バリア張っちゃうんですよ、バリアそれで見ていいの見てるだけで、これ寂聴さんが言ってたんだけど寂聴さんレベルになったらもう寂聴さんは観覧席の一番いいところでこう見て、 でもそれでいいじゃないかって言って、でこれ全部否定しないけど、でもこういう実態があるんだったらルックスが原因でモテないなんてアホなことを考えなくてもいいですよって話なのね、そうだから相手がイケメン属性だったらまだ男知らねえんだなとか、だったら内面の魅力で分からせてやろうじゃねえかぐらいのところもありますよって話ですよ。